商工センター入り口駅は、広島県広島市西区草津南三丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は M25。隣接して、西日本旅客鉄道山陽本線の新井の口駅があり、当駅とは、古戦橋によって直結している。当駅は1960年に、井口病院前駅として、新規に開業した駅である。同年には、 宮島線の車両基地が故意から当地に移され、荒手車庫として運用を開始している。当駅も1971年頃から一時期は荒手車庫前駅と称したことがあった。駅名が商工センター入り口駅に改められたのは1979年のことである。駅は1989年、翌年に開業を控えた。 ショッピングセンターアールパークへアクセスするためのペデストリアンデッキが整備されると、これに合わせて改良が施された。二面二線の地上駅。線路の南側に、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホーム、北側に、広電西広島駅方面へ向かう、上りホームがあって、このうち下りホームからは、国道2号へ直接出られるようになっている。また、 下りホームの広電宮島口よりは床の位置が他より高い。これはかつて宮島線内で運行されていた鉄道車両専用の高い床ホームの名残である。駅に隣接したビルには西広島運転係があり、乗務員の交代が行われる。駅東方には荒れ手車庫があり、この駅が始発となる電車も設定されている。また、草津南よりに上下渡り線と、 嵐ラ越えの引き込み線がある。当駅泊まりの電車は2009年10月のダイヤ改正をもって1日1本のみとなったが、宮島花火大会の開催時や正月3日日には臨時便として大量に運行される。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った。 値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。ありがとうございます。